三、三、三。真面目に勉強しちょっとに。何も分かってくれ。今年は受験じゃっけ。もう少し頑張ってみれ。もう少し走り込め。もう少し大きい声で歌いなさい。やってるっつーの。元気ばだせ、ヒロシ。うわ、勝手に入んな。オールさんでもよかじゃん。お父さんだってオールさんじゃったし。どうぞ、あんたは平凡へのレールに乗ったぞ。平凡だって逆に個性じゃん。用が高なら出ていけ。用があっけん、ここにおっとかい。はい、ん、先生にちゃんぽんば持ってって。あのさ、ちょっと考えた方がよかっじゃなか。よそんもんに飯まで作ってやる必要なかろ。飯くらい自分で作れち、俺が言ってやいよ。キュート、あんたは何も分かっちょらん。先生の世話を焼くことがどんなに母の生きがいになっているか。すでに手のかからなくなった息子と、何を食わせてもうまいしか言わない倦怠感丸出しの旦那。張り合いのない生活の中、先生の存在だけが母の母性と女としての心を鮮明にして。なんでこいつうちにいるんだよ。いろいろあってな。若い子ん来てくると夢飯も作りがいのあっけんね。ババアが色気づくんじゃねえよ。カーカップハンズルゴテを打って打ったたくぞ。ほら